骨折の超音波治療のお時間についてということなんですけど、ある方が整形外科に行ったら超音波を10分間当ててるなんて話なんですよね。超音波って専門用語で言うとライプスっていうですね、英語で言うとローインテンシティパルスウルトラサウンドって言って、直訳すると低出力超音波治療ということだから、低出力だから最低20分はやろうねっていうことなんですよね。10分ぐらい骨幹部に当てたところで大した効果はないよってことなんですよね。この間レンタルしていただいた方も骨折の治療をするためにですよ、整形外科に1時間待って、そっから10分間の治療を行ったと、そのために行っていたと。そんなこともあるんですよ。整形外科って結構待ち時間長いですもんね。そうなんですよ。その方ですね、いろいろネットとかで調べて、骨折治療を超音波するには20分ぐらいがいいってことを多分調べて分かったんでしょうね。病院の方になんとか20分お願いできないかと、そしたらなんと NO 無理だと言われちゃったっていう話なんですよね。整形外科のですね、骨折治療を受けるときにはですね、まずですね20分間超音波を骨折部に当ててもらうのは可能ですかと、こう聞いてみましょう。この作戦は成功率結構低いみたいですよね。患者さんファーストの先生でしっかり20分やってくれるところもあるかもしれませんが、整形外科もね、経営の問題もありますし、患者さんも多いんで、なかなか一人に対してそこまで時間をかけてられないっていう現状があるので多いみたいです。うちは10分しかできない、これがまあ確かに多いっていうのが現状なんですね、自分でですね、なんとか環境をですね、作り出していくしかないんです。まあ、例えばね、近所の整骨院を探してみるとか、あとはレンタルできる業者さんをね、探したり、そういうことになってきますよね。もしですね、レンタルってことあればですね、好きな時間で最低20分できますし、私どもですね、骨折治療に30分を1日2回、こういったスタイルを推奨してますんで、骨折の治療にもとってもいいと思います。ぜひぜひやっていただけたらなと思います。いかがでしたでしょうか。少しでもですね、ためになったと思ったら、いいね、またチャンネル登録もしていただければと思います。またですね、骨折に関してわからないことですとか、不安になることなどありましたらですね、コメント欄に残していただければ、返信していきたいと思いますんで、何でも気軽に聞いてください。それでは、今回はこれで終了となります。